こんにちは、チャイです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。突然ですが、サムネイルになりそうなコースを募集します。坂系のコース、斜め系のコース、それからズルができるスピラン、一風変わった半自動全自動系、もうすでに送ってる方ももしかしたら多くいらっしゃるかもしれませんが、もう一度送ってもらっていいですか？動画のコメント欄でもいいし、ツイッターでも、自分が投稿したコースのコメント欄でもどこでもいいんで、サムネ用みたいな感じで一言言ってくれるとめちゃめちゃ助かります。お待ちしてます。はい、ではコース遊んでいきましょう。250秒スピードランいきます。よろしくお願いします。4分10秒か。で、余りがあるっぽいね。クリアチェック4分で終わってるってことは。なるほど、了解した。クリアシャワー出ておりません。で、ちょっとフラグ立てのために一回プレイしております。よろしくお願いします。寿司屋の牛丼が作ってる。違うね。寿司屋、すき屋の牛丼か。なんか空耳系だな。寿司屋の牛丼っていいね。どういうこっちゃって感じだけどね。寿司屋の牛丼で。しかもむずいな、最初から。寿司屋の牛丼、行きましょう。はいはいはい。オッケー。最初から結構むずいな。ちょっと減速入れないと苦しいじゃねえか。嘘だろ？ふっ、オッケー。どうせあるんだよ、隠しが。どうせある。見なくてもわかる。おっと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 。時間に余裕は10秒くらいあるんだったら、まあ、多少ミスって言っても大丈夫ってことでしょう。火。オフ切り替え、うわ。あ、いや、これは。これ多分大丈夫だな。ほら。あるわ。よーく見たらある。どっち行くんだろう。左かな、左か。投げていいんすか。一個持ってくんじゃねえかな。もう一回。ダメか。かぶっちまった。どうしようもねえ。ちくしょう。ズルできるとこは全力でズルしていきましょう。こんな感じで。いや、いける、絶対いける。いや、きついかな、やっぱ。諦めました。いやでもこれ絶対ズルできる。はい、オッケー。あそこでな、回転が決まればな。ポン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 、オッケー。これは乗っとくだけでいいのかな。ダメか。結局ちょっと減速させられるな。うまくやんないと減速しちゃう。どうすればいいんだろう今のとこ。うーわー、やめてくれー。はい、よいしょ、オッケー。はい、はい、はい、はい。なんすか？オッケー、大丈夫そうだね。投げます。オッケー。これは、いける！オッケー！どこに繋がる？反応ゲ！よし！オッケー、ここは大丈夫なんだな。今70秒くらいやったんすね。投げー。まだ全然あるのか。これは多分走っていった方が早いな。はい、かぶっていきまーす。全部倒していきまーす。よし、土管は大丈夫。土管はしのげる。三段ジャンプだと思う。オッケー。さあ、踏んでいきましょう。ここ食らって、ドア。ドアは反応できない。いやー、ズルできそうだけど、できない。できないな、無理だな。甲羅とか持ってこないとダメだ。さあ、もう一周すんのか。なんだよ、それだったら、時間短縮してくれてもいいんじゃねえかい？ 70 秒くらい限で。180秒スピードなんでもよかったんじゃないかい、これ。きついぜ、もう一回やんのは。オッケー。はい。二周目はさ、ギミックが変わってるから注意なんだよな。オフ、もう一回切り替えに行かなきゃいけないから、そっか。アイテム類は復活してるよね。してないといけないもんね。はい、オッケー。無駄にガリガリに当たって死にたくないぜ。ドア入ったともあるんだろうな、まだ。はい、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 ここ確実に行こうね。これもそうだよね。敵復活してるから被っていけないですよね。ここ三段ジャンプをしっかり決めなきゃいけない。オッケー。オン、オフを切り替える作業を。やっぱここはどうしてもって感じだな。あ、これだ、あった。短縮。で、ジャンプ、ジャンプ、オッケー。一回で止まろう、冷静に。Pスイッチで死にたくねえぞと。オーケー。もう一回同じとこ。オッケー。しゃがみくるんで、距離伸ばしてあげるといい感じ。オッケー。メット捉えたけど大丈夫か？あれ、メット捉えて大丈夫だっけ？大丈夫だよね。時間なくなっていきます。ほいほい。あ、大丈夫だ。ここで被るんだ。はい。全部ぶっ倒せ。バッテリーが少なくなっています。まあ、間に合うでしょう。三段ジャンプ。失敗しても、まあ、なんとかなる？いや、食らっちゃうか。きついか。ああ、これまだ続くよね。80秒あるってことはまだ続きますな。やべえ。
これやり直ししたくね。初見殺しやめろ、ぶね。うわー、今やられたのここだな。素直に下降りていいんだね。別に三段ジャンプもしなくていいと。で、音符を切り替えて右に走っていく。花ちゃん、コインと、あとこれなんだろう、なんかあるな。で、土管入ってまだ続くんだね、裏面。裏面の情報ないから、やーべえなー。さあ、行くぜ。裏面だ。いや、表面か。はい、はい。いや、この辺別に普通に抜けてよかったんです。オッケー。はい。はい。さあ、鼻を抜けていく。うわ、花ちゃんだった。うわー、あぶねえ。生き残った。ここ集中。よし。まだまだ続くんだろうな。やった、ゴールだ。イエーイ。え、76秒余ったぞ。180秒くらいでクリアしたってことか。え、クリアチェック。あー、まあでもそんなもんか。うわー、よかった。もっとあると思ってた。あれ、俺どこもズルしてきてないよね。あれ、ズルしてないよね、俺ね。おかしいな。まあいいか、クリアできたし、よしとしますか。原曲が9億6000万再生されてるそうでございます。最近よくフィットネス系の動画でこの曲使われてますよね。バッドガイ、あの踊ってるやつ。だいたいさ、まあ1週間踊ると何キロ痩せれるとかって言ってるけど、これ踊ってるだけじゃ絶対痩せねえからな。みんな騙されんなよ。おお、すげえすげえ。音符切り替えて帰ってきやがった、すげえ。クオリティ高え、すげえすげえ。おお、ナイス。クオリティ高かったね、すごいな。音符切り替えて音重ね合わせてきたよ、すげえすげえ。最近見たバッドガイのやつだと、小島さんの、アンジャッシュの小島さんのバッドガイ面白かったよ、みんな見てみ。あと男性陣におすすめなのはね、サイバージャパンが踊ってたバッドガイ良かったよ、おすすめ。高評価、チャンネル登録、チャレンジ、人気ランキング、とても難しい第4位のコースで遊んでいきたいと思います。フェアリープリサイズプラットフォーミング10。ベストタイムがすごい短いので、多分クリアチェックもそうだよね。20秒ということで、すごく短いコースなので、今回は2回以内にクリアしたら、チャンネル登録と高評価、両方ともお願いいたしますということでやっていきましょう。2回でいけるかな。クリア率は 2%。多分ベストタイムを奪うためにやってるから、実は多分 1.3% くらいかなと予想。うへぇ。いきなり難しい。オッケー。ほら、いけ。浮き続き、危ない。生き残った。けど、なぁ、届かない。流れていかないとダメなんだ。終了。流れていかないといけないやつでした。ポン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 、中間、はい、ツルツルする。はい、よいしょ。あっぶねー。
何そのピ、やばい、急がないと。何よ。ピ踏め、あ、ちゃ、そういうことか。こうか。はい。でーん、でん。オッケー !4 回目。2回でいけたよねー。2回でいけたはずだよねー。もっとこう、自分のスキル上げないとダメだね、これは。これもやってみますか。ショート改造ライトレベル。クリア率 1% 結構低いね。頑張っていきたいと思います。これは高評価チャレンジとかではなく、普通に遊ぶ。多分難しい。相当難しい。そのさ、右上のこの字を。え、これ最初どうすんだろう。どっちに踏んでもいいんだろうな。で、音符利用して、え、甲羅？甲羅キャッチして左に当てるってこと？うわー、わかんねえ、無事。いきなりむずすぎ。いや、届かないんすが。こうか、やった。こう。はい。ここに来る。うわー。よし。はい。はい。はい。中身右だろ？で、これ踏んで、あれ？あ、踏みながらキャッチすんの？むず。こんな？やった、いった。こう。で、こう。で、これ。中身。ここだろ？オッケー。で、これ、うわぁ。当たった。でも、だいぶ進んだぞ。え、でも、まだ半分くらいしか行ってないのか。くそスタートだったけど。頭ぶつけた中間あったけども。ポン、ポン、よし、行った！やった！こう、こう、こう。ポン、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 ポーン！え？え？何かが足りないぞ、今の。どういうことだ？この甲羅だよな。あ、来た！あ、来た、そういうことか。ほっ、ほっ。ポン、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 ポーン、もう死ぬやん。あー、右に行っとけってことか。はい。はい。はい。てん、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 てーん、てーん。はい。こう？こんな？どうですか？なんかいけそうな気がした。いいかも。よし。とりゃ。とりゃ。逆じゃない？あ、いいのか。持ててない？うわー、ゴール見えたぞ。やったー。なー、もう、畜生。最初の250秒スピードランよりこれの攻略に時間かかってるんですか？これはいかに？よっしゃー、やったークリアした。むずすぎ。 1% は嘘だって。これみんなベストタイム取るために何回もさ攻略するのやめて。本当にパーセンテージ上がるから勘弁してください。本当に、いや、おかしいでしょ。8分くらいかかるよね、これね。